MacBook Air はアップルが開発、販売する薄型のノートパソコンである MBA と略記されることもある。2008年1月16日にサンフランシスコで開催されたマクワールドコンファレンスエキスポ2008で発表されたプロ向けの MacBook Pro、エントリーモデルの MacBook に対して MacBook Air は薄型、軽量を重視したミニマル思考ノートのモデルとして 登場しており、ドライブやポートを省くなど当初から Wi-Fi 時代を見据えたハード設計となっている。MacBook Air を手に持つスティーブ・ジョブズ2008年1月15日、MacWorld2008 で最初の MacBook Air が発表され、世界最薄のノートブックとのキャッチコピーを掲げた。当時の Apple CEO、スティーブ・ジョブズが書類用の茶ートーから MacBook Air を取り出すという印象的な演出を、 行った。2008年10月15日ミニディスプラポートを搭載。G-Force 9400M を採用したモデルが発表された。2009年9月6日 CPU を高速化。2010年10月20日バックツーザマックで刷新され、新デザインの13.3インチモデルに加えて新たに11.6インチモデルを追加。また、独立したクリックボタンが廃止され、全モデルが フラッシュストレージとなる。2011年7月20日 MacOS 10ライオン、Intel Core i5、または Intel Core i7 プロセッサ、サンダーボルトが搭載され、バックライトキーボードが復活した。2012年6月11日 USB 3.0、ポートを初搭載した MacBook Air が登場。電源コネクターが m a g s f から m a g s f にコネクターに変更。コネクターの形状も変わる。 またこの期間に販売されていた MacBook Air に搭載されている記憶装置の一部にデータが消失する不具合があるためリペアエクステンションプログラムが行われた2013年10月18日から開始され MacBook Air の最初の小売り販売日から3年間実施されていた MacBook Air Flash ストレージファームウェアアップデート1.1を実行することで対象かどうかが判明する 2013年6月10日、WWDC2013 にて、第4世代ハスウェルマイクロアーキテクチャ搭載モデルを発表。2014年4月29日前年モデルからのマイナーバージョンアップとして大きな発表なく登場した。2015年3月10日新しい MacBook と共に発表された、第5世代ブロードウェルマイクロアーキテクチャ搭載モデルが登場する。 2016年10月28日11インチモデルの販売が終了。2017年6月5日 WWDC2017 が開催されたタイミングでサイレントアップデートされる。2018年10月30日筐体に100%再生アルミニウムを使用し全面的に刷新され、Apple T2 チップと第8世代アンバーレイクマイクロアーキテクチャの MacBook Air を発表。2019年7月9日ディスプレイの変更を施し、価格改定で値下げが行われた。2020年3月18日第10世代アイスレークマイクロアーキテクチャ搭載モデルが登場する。本体は薄く軽量で、1枚のアルミニウム板からできた筐体で外部接続端子類には電源を供給するマグセフ、マグセフ2ポート、USB ポート。 サンダーボルトポート、そして、レート2010からは13インチモデルのみ、SDX-C カードスロットが搭載している。なおディスプレイが発行時に、ディスプレイ背面にある Apple のロゴも光るようになっている。インテル製のモバイル向け低消費電力 CPU が採用され、冷却に白っ子ファンが一つ内蔵しており、ヒンジの隙間から吸気、排熱を行っている。標準的な液晶ディスプレイ、 フルサイズキーボードを搭載し、その下部にはスピーカーを内蔵している。マウスの役目をする、トラックパッドにはマルチタッチを採用し、無線類には Wi-Fi、Bluetooth を採用している。当初から内蔵光学ドライブを搭載しないため CD や DVD を直接扱うことはできない。補うには Mac 対応の外付け光学ドライブか Apple USB スパードライブを用意する。 あるいは OS10 の機能にあるリモートディスクで他のパソコンから Wi-Fi で経由して利用するか CD や DVD を IS をイメージファイル化しそれをマウントして利用する方法がある Apple USB スパードライブも参照自身でメモリ等の交換はできないが CTO が可能となっている Apple オンラインストアで購入時にハードウェア構成の選択ができる オリジナルモデルでは内蔵ストレージにハードディスクドライブを採用していたが、オプションでは SSD を選ぶこともできる。2018年10月にレチナディスプレイを搭載し、アーキテクチャーは Apple T にチップベースに刷新された、インテルコアにデュオプロセッサを搭載した MacBook Air。Arly 2008から m i d 2 0 0 9までは、m a g s a f e 電源ポート以外のポートは I、オードアに収納されていた。 レート2010からはデザインが少し変わる。i、オードアがなくなり USB ポートが2箇所に増え、SD カードスロットは13インチモデルのみ、搭載している。補助記憶装置は、フラッシュストレージが標準となる。また11インチモデルも加わるが13インチモデルともに、キーボードバックライトの搭載がなかった、唯一のモデルである、インテルコア、i プロセッサを搭載した MacBook Air。 ミッド2012モデルから USB が USB3.0 に変更。カメラも FaceTime となり HD サイズで映像が取り込めるようになった。ミッド2013、アーリー2 0 1 4モデルに搭載されたハスウェル世代のインテルコア、i プロセッサと LPDDR によりバッテリーの持ち時間が最大12時間。従来の機種よりも5時間長くなっている。また無線弾は IEE802.11AC に対応したフラッシュストレージについては m i d 2 0 1 1モデルではレート2010モデルのフラッシュストレージと互換性はあるが NVEM には非対応 m i d 2 0 1 2モデルでは打製品との互換性がなく NVEM には非対応 m i d 2 0 1 3以降のモデルでは MacBook Pro のフラッシュストレージとの互換性がありシエラ以降に TENVEM にも対応 アーリー2015モデルでは、サンダーボルトポートが、サンダーボルト2に変更され、転送速度が従来の2倍となり、4K ディスプレイに正式対応した。2016年10月27日に行われた、スペシャルイベントにて11インチモデルの販売終了が発表された。筐体デザインが刷新。筐体に100%再生アルミニウムを使用し、外部接続端子類は、サンダーボルト3。 USB 3.1と 3.5mm ミニジャックのみとなり、サンダーボルト3、USB 3.1から給電を行う。また、転送能力向上により、外部 5K ディスプレイに対応した。本モデルより内蔵、SSD が基板にハンダ付けされた仕様に変更され、内蔵、SSD の交換が不可、標準で、ウベム対応。ボディカラーは、ゴールド、スペースグレー。 シルバーが選択できる。レチナディスプレイ、タッチ ID、感圧タッチトラックパッドが搭載され、幅や奥行きは2016年以降の MacBook Pro13 インチモデルと同じになり、1 0 0ム軽量化された。2018、2019年モデルには、第8世代アンバーレイクマイクロアーキテクチャの、インテルコアプロセッサと Apple T にチップを搭載している。Apple T には、 アップルが開発したソックであり、主にデバイスのコントローラーやセキュリティなどを担当する。2018年モデルは最低構成価格が従来、モデルよりも若干値上がった。2019年モデルでは従来モデルとほぼ同じ価格帯に実質的に値下げされ、同時に MacBook が終売となった。筐体デザインは前、モデルと同様ながら新たに Magic キーボードを採用。 これまで同様、筐体に100%再生アルミニウムを使用し、外部接続端子類は、サンダーボルト3、USB3.1 と 3.5mm、ミニジャックのみとなり、サンダーボルト3、USB3.1 から給電を行う。また、転送能力向上により、外部 6K ディスプレイに対応した。スピーカーの改善が行われており、低音は2倍出るようになった。内蔵、 SSD が基板にハンダ付けされているため、内蔵、SSD の交換が不可、標準で、ウェム対応。ボディカラーは、ゴールド、スペースグレー、シルバーが選択できる。レチナディスプレイ、タッチ ID、感圧タッチトラックパッドが搭載され、幅や奥行きは2019年の MacBook Air 13インチモデルと同じであるが、厚さが 0.5mm、重量が 40g 増えた。 2020年モデルには、第10世代アイスレイクマイクロアーキテクチャの、インテルコアプロセッサと Apple t にチップを搭載している。2020年モデルは最低構成価格が従来、モデルよりも値下げされた。MacBook Air Spa Drive Apple USB Spa Drive は、高額ドライブを搭載しない MacBook Air と一部を除く Mac で使用できる外付け高額ドライブ。2008年から2011年まで。 MacBook Air スパードライブと称されていた。Apple USB スパードライブとなってからは、高額ドライブを搭載しない、Mac の外付け高額ドライブとなる。Apple USB スパードライブは、スロットローディング方式を採用、円形かつ12センチのコンパクトディスク、DVD のみドライブに挿入できる。ボタン類は一つもなく、ディスク排出は、OS 側で制御を行う、USB 2.0の バスパワー駆動で作動するが、電力供給が特殊仕様のため、MacBook Air スパードライブ並びに、Apple USB スパードライブは2017までの、MacBook Air と一部の Mac のみ互完成がある。また、筐体の USB タイプ、A ポートに直接接続する必要があるため、2018以降のモデルでは利用できない。スパードライブも、参照2014年現在のモデルでは、 ブルーレイリスク規格に対応していないため、一般に売られている、Mac 対応の外付け光学ドライブで補うことができる。詳細は、タイムカプセルを参照2017まで向けの製品2018以降向けの製品前説の通り、ワイヤレスでの利用を前提に拡張性を大きく、切り捨てた設計は、それまでの他社モバイルノートとの大きな違いであった。類似するコンセプトとして、 2011年にインテルがウルトラブックを提唱しているが、MacBook Air はその先駆けと評される。ウルトラブックにカテゴライズされるノートパソコンの一部は、MacBook Air を意識したデザインやスペックが真似、クローンと揶揄されるなど、薄型軽量ノートパソコンに影響を与えた。MacWorld 2008での MacBook Air 発表時に、ジョブズは米国で、 サイウスノートパソコンであったバイオノート第2世代の TZ シリーズと比較したプレゼンテーションを行い、その薄さをアピールした。これより4年前の2004年3月に、アップル入社試験の面接を受けていた、サキとサターキが、ジョブズに対して第1世代バイオノートの、バイオノート505エクストリームを取り出し、日本で Mac を売るためには、このような製品が必要だと述べたが、当時のアップルは、 デスクトップ機と引けを取らないフル機能の iBook と PowerBook G4 を販売しており、ジョブズは拡張性のないノートパソコンはダメと否定している。MacBook Air の比較対象にバイオノートが選ばれたことには、このエピソードの影響を推測する声もある。プレミアム性の高いスタイリッシュなパソコンを目指していたバイオシリーズのコンセプトを Apple はうまくキャッチアップしたと、 評価されており、前述のバイオノート505エクストリームが、MacBook Air に影響を与えたことが指摘される。次の有害物質は、下記の部品から排除されている。基礎筐体のアルミニウムと、ディスプレイガラス水銀ディスプレイフタル酸、エステルケーブルと、電源コードその他鉛、ポリエンカビニル、ポリシューカジフェニルエーテルが排除されている。また、電気製品環境評価ツールでは、 アーリー2008モデル以外、最高の金ランクを獲得している。2018年10月に発表された機種では、筐体のアルミニウム合金は100%リサイクルされた素材が使われている。ありがとうございます。